この覚醒している時の世界っていうのは、まさに脳のバーチャルリアリティによって担われているという仮説になります。機械に意識宿ると思いますか？全く伺い知れない隣人として、左右2つの脳半球に独立に意識が宿っているということが証明されます。ホリエモンチャンネル。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。一番最初にですね、そもそも意識アップロードするって話があるんですけども、僕は根っからの科学者でして、やっぱり最終的な意識を解き明かしたいと考えております。意識とは何ぞや、どうやったら解き明かせるかっていうのを考える過程の中で出てきた一つのものがですね、実は副産物として意識がアップロードできるという、そういうような仕掛けになっています。ということでですね、そこら辺の背景とともに説明させてください。まずですね、そもそも意識とは何ぞやっていう問題があります。ここでですね、例えば僕の目の前に赤いリンゴが見えていると、その時に僕の脳っていうのは眼球からの情報を受け取っていろいろ処理してリンゴに向けて手を伸ばすなんてことをやっておきます。一方で現在のスマホなんかも同じようにですね、リンゴを捉えてそこにフォーカスを合わせるなんてこともやっておきますよね。昔は記録するだけだったのが、セル情報から LINE 情報、エッジ情報、それをだんだん組み合わせていってシンボリックに捉えてってことはやっておきます。問題はですね、僕たちの脳、全くそのスマホと同じようにアーキテクチャは違うんですけど、処理はしています。僕たちには間違いなく赤いリンゴが見えています。問題はですね、その時同様にですね、スマホに世界が見えているのかっていう問題なんですけども、レイさんいかがでしょうか？どうお考えですか？スマホに世界は見えているのか。そうですね。見えているのかっていう意味で言うと、多分同じように投影はされていて、はい、いると思いますし、どれぐらいの解像度かわからないですけれども、それなりに処理はされていて、はいはい、そうですね。その処理のレベルというか深さというかが違うだけのような気がしてます。あ、なるほど。そうですね。実はその処理の深さとか精度とかですね、そもそものカメラの出来、網膜の出来っていう意味では、もう人工物の方が下手したら超えてしまっているんですけども、まさに意識の定義がここにありまして、僕たちの一派というかですね、意識をちゃんと科学的に扱って、ある意味動物実験をして解き明かそうっていうグループからすると、意識ってのはきちんと定義されていて、一旦はですね、スマホには世界は見えていないというふうに。つまり見えるって何かっていうのは、森健一郎さんなんかとお答えなしたことあるんです。彼がクオリアって言葉を90年代日本で広めてくれてですね、少しですね、いろんな誤解があるんですけども、クオリアっていうのは何かっていうと、そもそも英語で言うとですね、サブジェクティブエクスペリエンス、感覚意識体験ということで、脳が情報処理をしているときになぜか一人称的に見えているというものなんですね。ここが最初のつまずきとはなりやすいんですけども、ここをやり出すとですね、キリがなくなってしまいますので、一旦ですね、情報処理をしているということと、私たちが主観的にですね、世界を見ているというのは別だというふうに一旦ちょっと考えていただければと思います。はい。その時にですね、問題はですね、仮に脳の神経回路網としてリンゴが見えているというのと同一の仕組みですね、必ずリンゴが僕が見えていると言っている時には、必ずこういう神経回路網がこういう順番で活動するということが解き明かした時に、果たしてそれで意識の全てが解き明かせたかという問題があります。実はここにあります通り、シャーマーズっていう哲学者の言葉を借りれば、意識のハードプログラム、レバイの言葉を借りれば、エクスペリエンティギャップ、いろんな言葉が使われてるんですけども、実はこれではまだ解けていないという問題があります。これなんで解けないのかっていう話なんですけども、そもそも私がですね、先ほどスマホにはおそらくリンゴは見えていない、でも私には見えていると言った時の、その私って何ぞやってことですね。これは今の現在脳科学では基本的な一元論、さすがに意識というものは脳が生んでいるものでしょうという仮説のもとで研究が進んでるんですけども、そのもとでは意識の主観というものがですね、その神経回路を私たちが主観といったときに、その主観とは何ぞやというと、まさに僕が脳そのものなんですね。非常にここ不思議なんですけども、例えばここにペットボトルの水があります。ペットボトルの水というのは結構複雑な分子運動をしてるんですけども、極限的に言えば脳も結局は原子運動、分子運動に過ぎないわけですね。もう少し組織化のレベルを上げていくと電気回路ってことになるんですけども、切り出してしまえばシャーレ状でパチパチやってる細胞に過ぎないわけですね。その細胞がいろいろ情報処理するんですけども、なんとそこにですね、そいつらが見てるという感覚を持っている、主観を持っているっていうのが一番の謎になります。これはネーゲルっていう哲学者が What is it like to be a bat? コウモリになるとは何ぞや、どういう感じがするのかっていうことを言ってるんですけども、例えばコウモリっていうのはエコーローケーションして、自分で超音波を発して、その跳ね返りを持ってガみたいなものを捕らまえてパクって食べたりするわけですけども、僕たちがだからコウモリではないので、エコーローケーションの感覚が聴覚的なのか視覚的なのかって分からないけれども、それにしてもコウモリになる感覚っていうものあるでしょう。コウモリの第一
一次印象的な主観というものがあるでしょうと考えています。水ですね。同じように分子運動してるんだけども、ブラウン運動でかなり複雑ですけれども、まさかですね、こいつらに主観が湧いてるとは思わないですよね。極限的に言うと僕たちの脳もそういう分子運動に過ぎないんですけども、なんとそいつらが主観を持っている。What it's like という何かにそのものになった感覚があるっていうのが一番不思議なところになります。これがまさに意識の主観と客観のギャップというのが意識の科学を難しくしている眼鏡ということになります。これをまず解き明かす上で、ハードプロブレムをネゲートしなきゃいけない。Keep ハードプロブレムに変換しなきゃいけないというふうに私は考えています。このキーワードがなるのが意識の自然則というものなんですけども、順番に見ていきますと、例えばアインシュタインの特殊相対性理論ですね、E=mc2 というものが導かれてますけども、それにしても、例えばワトソン・クリックの DNA の二重らせん構造の発見にしてもですね、すべて客観の世界で閉じてるわけですね、科学的には。先ほど言ったような、まさか脳になった気がするとかですね、水になった気がする。で、どういう感覚を覚えてるのかっていう、ものの第一人称とか主観っていうものを考えてなかった世界、そういう科学の中では、そういう客観の世界で従来科学閉じてるんですけども、先ほど言いました通り、僕が赤いリンゴを見てるという、それを科学的に明かしましょうと言った途端ですね、意識の科学っていうのは、ここの枠からはみ出してしまうってことになります。ただですね、これはみ出しちゃったから、指をくわえて見てるしかないのかっていうと、そうではないんじゃないかっていうのは、この本の中の主張になります。これは実はですね、あらゆる客観的な科学理論の土台には、自然則というものがありまして、例えば相対性理論で言うと、高速度が普遍であると。この高速度が普遍っていうのは、実験的に確認することはできるし、実際ニュートンとアインシュタインの戦いみたいのがあって、皆既日食を観測して、星の曲がり具合とかを見てですね、結果的にアインシュタインが正しいってことは分かった。遡って高速度普遍っていうのは正しいってことは分かったんですけども、一旦それが分かった後にはですね、なぜそうなのかって問うても意味がない。要は、もうこのうちはそうなってるとしか言いようがないものが、あらゆる科学の土台として横たわっています。ここはですね、どうやって非ハードプロブレムにするかというと、結局こういうものをなしで一生懸命意識を考えていたから、結局無限ループに陥っていたんじゃないか。一旦ですね、これははみ出している以上、必ず何か新しい自然則必要ですよねっていう風に開き直った途端ですね、もう一旦ですね、これを大きな俯瞰的な目で見たときに科学として捉まえることができるという風に考えています。じゃあこちらですね、何かしらの脳活動が何でかよく分かんないけど意識を生む、これも自然則なのでなんで問うことができないって話なんですけども、その一つの候補として、これはレブンソのバーチャルリアリティメタフォーコンシャスネスという仮説なんですけども、彼が言っているのは非常に夢を重視しているということですね。夢っていうのは将来の夢とかではなくて、僕たちが寝てる最中に見る夢ですね。で、夢っていうのは例えば僕たちが実際に横たわってる寝室の布団とかベッドから完全に乖離する形で夢世界っていうのが現れます。その中を歩き回ることもできるし、皿を落とせば重力加速で落下して割れると。さらに言うと、例えば第三者が話しかけたりとかもしてきますよね。余計を考えると、そのセリフを言わせるのも自分の脳だし、その世界を作ってるのも全部自分の脳ということで、夢っていうのはある意味感覚入力を一切必要とせずに完全に内なる世界みたいなものを作ってしまってる。非常に何でしょう、莫大な計算量も必要ですし、全部としても複雑である。非常にこのレブンソがですね、セクシーだったのは、果たしてですね、脳というものが夢を見るためだけに脳のバーチャルリアリティ、仮想現実みたいなものを発達進化させてきたのかっていう問いですね。実はそれは否であると。まさに堀江さんが今僕の講義聞いていただいて見ていただいてるこの覚醒してる時の世界っていうのは、まさに脳のバーチャルリアリティによって担われているという仮説になります。もう一つすると、じゃあ脳でどうやってこういうバーチャルリアリティを作るのかって話が出てくるんですけど、ここでですね、日本の誇る脳科学者の川戸光雄先生、今 ATR にいらっしゃいます、あとマンフォードという研究者が提唱した生成モデルというものがあります。これですね、簡単に言うと、従来ですね、この彼ら以前はですね、脳っていうのは基本的にボトムアップで、例えばセンサーがドット情報、網膜にしても最初はドット情報ですね、これをつなげていってエッジにして、そのエッジをつなげて波動とか曲率みたいなものに変換していって、最後例えば顔みたいなものを検出するというふうに考えられていたんですけども、実際今のディープラーニングなんかもフィードフォワードネットワークで基本的にそういう段階を経てものを認識しています。それに対してこの2人はですね、工事から定時への情報の流れ非常に重要だと言っています。まさにですね、このシンボリックな情報、視覚世界で言うならば、こういう最小の種類とかですね、形状みたいなものから始めて、実際ワイヤーフレームで脳の中で世界を作って、テクチャーを当てはめて、最後光源をですね用意して、光源が飛び交って最後目に飛び込む、内なる目みたいなものを用意して、最後ですね、実際外界の世界が広がっていて、二次元の網膜像として非可視くかかるわけですけども、同じような過程を脳のトップダウンでエミュレートしてですね、圧縮された画像同士、二次元の画像同士を比較して、その差分を取って、その差分をこのフィードバックする形でどんどん更新しているという話があります。これまさにですね、先ほどのバーチャルリアリティメタファーコンシャスネスのニューラルインプリメンテーション、どうやったら脳にそれを実装できるかという話につながるんですけども、非常にうまいのはですね、実際夢見てる最中
中というのは脳の視床というところが抑制されていて、ほぼ感覚遮断されています。なので先ほどのこの差分を取る機構が効いてない状態ですね。で一方で覚醒中というのは目から情報が正常に入ってくるので、一生懸命差分をなくしてこの脳の中のバーチャルリアリティですね、一生懸命世界と同期している状態というふうに考えることができるということです。これがですね、一旦僕の考える世界的に脳科学者いろんなことを言ってるわけで、その一部非常に近いことを言ってる人たちもいるわけですけども、この意識の自然則の客観側の対象というふうに考えています。次の話ですね。問題はですね、ここからだんだん意識のアップロードが垣間見えてくるわけですけども、僕がですね、生成モデルってものが意識を生んでると言ってます。他の科学者は例えばトノーニっていう人が統合情報理論っていうのを提唱してまして、統合された特殊な状態にある情報が意識を生んでると、生んでるんだけどそれはなんでとはもう問わないでくれという自然則ですね。そういういろんなもの、対立仮説があるんですけども、じゃあ果たして先ほどニュートンとアインシュタインの決着をつけた皆既日食の星の曲がり具合ですねの実験と同じように、実験的にどっちが正しいかって解き明かせるかって問題があります。残念ながら生物の脳っていうのはやっぱりなかなか実験できる範囲、観測の範囲も狭まっていて、なかなか難しいと考える研究者が多いです。そこでですね、第一弾ロケットが終わってですね、第二弾ロケットに飛んでいくわけですけども、一つギア上げると、ここはもうですね、最終的には生物の脳っていうものはもちろん使っていくんだけれども、最終的には機械に意識を宿す試みを通して意識を解き明かしましょうという戦略に切り替えることになります。これもちょっと堀江さんに質問ですけれども、機械に意識宿ると思いますか？宿るんじゃないですか、わかんないけど素晴らしいです。なんでってなんか根拠はありますか？結局物理的なものであることは別に脳も機械も、はいはい、シリコンか有機物かって違いはありますけど、物であることには変わりないんで、物、ね、じゃないかって言われると物じゃないですか、はいそうですね、多分自然に知られてる元素から全てできてるわけですよね、はい、そうですね。それが実は N がすごい重要な役割を果たしてるとか P がすごい重要な役割を果たしてるとかっていうんだったら別ですけど、多分関係ないですよねっていう。素晴らしい考察ですね、はい、一応もう少し裏付けみたいのを述べさせていただくと、直感的にはそれで正しいかと思います。例えばですね、神経っていうのは一個一個のニューロンというのはスパイクを出すものってことは分かっています。電気スパイクある入力の足し算をして、それが域地に発するとパンとスパイクを出す。これをですね、その必要十分な精度でエミュレートすることができたらどうなるかってことなんですけども、それをエミュレートしてですね、これはもともとチャーマーズのフェイリンコリアっていう実験を僕が少しハックして、ノイマン型コンピューターにも意識宿るといいなっていう願いを込めて考えた思考実験ですね。これをですね、1個目のニューロンですね、箱の方に取り込みます。この時に BMI が完璧であれば、ある意味ですね、脳は取り込まれたことに気づかないわけですね。気づかないっていうか、ダイナミクスとして一切変化がないという状態を作る、うん、脳っていうのは面白いことに局所性があるんですけども、局所性的なその振る舞いっていうものは第三者のニューロンからは伺い知ることはできない。実際のニューロンっていうのは4チャンネルがわーっとついてて、いろんな分子機械が動いてるんですけども、結局他のニューロンから観測できるものっていうのは時空間スパイク列を送りつけると、こういう感じでモール信号でピッ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 みたいな感じで出力してくれる。それだけしか他のニューロンっていうのは伺い知ることはできないわけですね。そのレベルできちんと再現してあげて、しかも BMI を完璧にすれば1個取り込んでも全く気づかない、変化がない。2個目取り込むと、下手するとですね、もしかしたらもともと脳の中でつながってるニューロンを取り込んでしまう可能性はあるんですけど、それにしてもこの相互作用も込みできちんと再現してあげることができれば、2個目取り込んでも脳は変化が及ばない。どんどん先ほどのですね、必要十分な精度でニューロンを再現する、 BMI も完璧にしておくという制約の下で取り込んでいくと、最後ですね、半分取り込んでも、最後の1個だけ脳の方にニューロンが残ってる状態でも、最後はですね、全部取り込んでもですね、脳の動態というかダイナミクスとしては一切変化しない。これ実は反語系になってるんですけども、そういう脳の情報処理の本質みたいなものを保ってるんだから、意識はフェードしないよね、僕の赤いリンゴが見えてるっていうのはそのまま見えてるでしょうっていうのが、あのフェーリングコリア、もともとの実験ですね。これまあ脳みょう型コンピューターでやりましょうっていうのは、僕のデジタルフェーリングコリアっていうのはちょっとハックしたものになりますけども、こういう根拠からですね、これ思考実験なんで根拠というかいろんな過程は実はあるんですけども、こういう過程のもとで基本的には機械に意識宿るというふうに考えられています。ただですね、問題はですね、アナニシバイシンセスで機械に意識を宿す試みによって意識を解き明かしましょう、それは良しとしましょう。例えば先ほどダヴィンチの絵が出てきて、いろんな飛行機械があったわけですけども、結局あれは先人が結構無茶ぶりのスケッチをですね、実は人が作ってみて、人力でローター回してみて、ああ飛ばない、例えば鳥の羽ばたくような機械も作ってみて、ああやっぱり人力では飛ばない、その繰り返しでですね、最終的には大型の鳥類が実は滑空する姿を見た時に、羽が実は上に湾曲してるのが重要なんじゃないかって気づいて、まずはその無動力の飛行機ができて、ライト兄弟の動力飛行が成功してるわけですけども、これ言いたいのはですね、その機械に意識を宿すって言った時に、機械の意識を確かめる方法がないとどうしようもないという問題があります。じゃあどうやって機械の意識をテストするのかっていうところなんですけども、それを阻むものが2つ実はあります。1つがチャーマーズの哲学的ゾンビというもので、これはこういう意識の問題を考える時には、一旦ですね、振る舞いも見かけもですね、人と一切変わ
わらない、だけど意識だけがない存在を仮定しなきゃいけない。このことから分かることはスティミナスレスポンスですね。なんか刺激を与えてその反応を見るっていう形では意識の有無を押し量ることはできない。僕は生成モデルを一生懸命組み込んできました、ニューロン数も人のものに負けませんっていうようなものを作ってきたときに、その機械に対してですね、意識ありますかって聞いて、その機械がですね、いや意識ありますよって答えたからといって、本当に意識あるかどうか分かんない。チャーマスの言葉を借りれば All dark is inside っていうゾンビかもしれない。もう一つはですね、これ非常に先見の明がある思考実験なんですけど、ライプニッツっていうのは17世紀の哲学者ですね。彼はその当時全く脳の仕組みって分かってなかったので、仮に風車小屋に意識が宿ったとしましょうと言っています。その風車小屋に一歩足踏み入れると、風を受けて回転する歯車からですね、回転力を風車小屋に引き込んで、いろんな歯車とかですローターが向きを変換して、最終的に臼が粉を引いてるとしましょう。その目的機能については完全に解き明かすことはできるんですけども、風車後の意識はどこにも見当たらないと言っています。僕たちの脳でも実は同じで、例えばミクロの消し剣みたいなものになって僕の脳の中に入っていった時に、僕の目の前にドーンドーンとニューロンがあって、例えば僕が水を飲んでる時にラジオ通信できて、おなんか渡辺が水飲んでるぞってその無線で入ってですね、そのミクロの消し剣的に僕の脳の中に入ってるやつがドーンドーンドーンとその目の前に大きいニューロンがあって、それはパカパカって発火してると、それが視覚処理して最終的にそのペットボトルの位置みたいのを見分けて、最後その飲みたいかっていうその意思決定機構が最後その筋肉の一本一本を操るような第一運動野に行くわけですけども、その変換機構はですねに関しては、先ほどの風車小屋と同じようにその気になれば余すことなく解き明かすことができるんですけども、やはりその僕の意識はどこにも見当たらない、このペットボトルを見てる感覚、その持ってる重み、飲んだ瞬間の感覚ですねっていうのはどこにも見当たらないという問題がありまして、この2つから言えることは、外から観測しても機械に意識あるかどうか分かんない。もう一つは中にテスターみたいなのを突っ込んで仕組みを明らかにしてもやはり分からないという問題があるので、結局ですね、客観的に人工意識をテストすることはできないということになります。ここがいよいよ副産物として意識のアップドールを生むっていうところにいよいよ近づいてきたんですけども、僕のある意味少し乱暴な答えはですね、これはもう自らの主観を持ってテストするしかない、要は自分の脳をその機械につないでしまうしかないでしょうということになります。ただ一つ問題があって、例えばですね、こういう人工網膜を直接第一視覚や脳の視覚信号の入り口部分に剣山のような電極を刺してですね、送り込んだ時には確かに世界が見えてしまいます。おぼろげながらなんですけど、世界見えてるっていう実験がもうすでに10年ぐらい前に成功しています。ということで、どんなつなぎ方をしてもいいというわけではいかないですね。だからお題としては何かというと、機械の意識をテストしたい、その時にどういうつなぎ方をすればいいのか、どういうつなぎ方をすれば機械を通して意識が湧いた時に機械自体に意識が湧いたと言えるかという問題になります。一つ材料があります。その一つがですね、脳の反対側特性ということで、これ簡単に言うと、視覚で言うと右脳が視野の左側、左脳が視野の右側を担当しているということになります。もう一つは、右脳と左脳っていうのは脳梁、前後連、後後連という3つの組織によって神経繊維によって結ばれているということですね。これを切断すると、スペーリーがノーベル賞を取った研究なんですけども、実際この転換の治療のために先ほどの3つの繊維を切断するっていう手術が今でも行われています。これをするとですね、なんと1つの頭蓋の中に2つの意識があるということが証明されています。これ簡単に言うと、右側にリンゴを提示する被験者にはここを見ててくださいって言います。この時に口頭で何が見えましたかって問うと、リンゴが見えると答えます。一方でですね、右脳っていうのは言語やを持たないので口頭報告することはできないんですけども、ペリーの工夫のしどころで、彼は左手でですね、左手っていうのは右脳が制御してるんですけども、左手で見えたものを掴んでくださいと被験者に指示しています。そうすると見事にちゃんと掴んでくれると。一番面白いのは実はこの条件なんですけども、ちょっと意地悪してですね、右脳にしか物を見せないんだけど、あえて左脳に答えさせることをすると何も見えませんっていうふうに答えました。このことから切断してしまうと、全く伺い知れない隣人として左右2つの脳半球に独立に意識が宿っているということが証明されて、実際ノーベル賞を受賞しているってことになります。これってちょっといいですか、はいはい、非常に興味深いお話なんですけど、はいはい、実際じゃあこれ被験者はどんな意識になってるんですか、この状況って。あ、素晴らしいですね。そうですね、完璧に先ほどの3つの繊維を切断してしまうと、これちょっとどんなっていうのはちょっと何とも言えないんですけども、右脳は本当に左側しか見えていない、で左脳は右側しか見えていない。実は僕は偏頭痛持ちで、偏頭痛発作が起きるとオーラっていう虹色が見えた後に右視野が完璧になくなってしまうんですけども、不思議なんですけども、視野の境界ってどっかあると思うんですけど、そこから先は見えないと同じように、右脳は真ん中から先はもう見えてない。ただ見えてないにしても、それがなんか白かったり黒かったりするんではなくて、単にその頭の後ろが見えないのと同じように見えてないというふうに考えられる。例えばこれ実際完全に3つの線切ってしまうと、完全に2つの人格が出来上がってしまって、例えば右手がですねフォークを持っている、左手がナイフを持っていて、右手がそのステーキを食べようとすると左手のナイフが払いのけて
て人参を掴もうとしたりとかですね、あとはその服を着ようとした時に左手がボタンをはめようとすると右手が外してしまうとかですね、そういうことは、どうなんですかね、そのもともと一つの人格だったわけですよね。もともとそうですね、もともと一つの人格だったのは二人に分かれちゃったって感じですか。そうですね、二人に分かれてしまって、しかもそのもともと何とかやっていけた二つの人格が分離することによってそれぞれ癖が出たっていう感じでしょう。まさにでもなんかその意識の継続性みたいなものは継続はしてるわけですよね。だから両方、はい、非常にそうですね、素晴らしいです。そうですね、だから二つの人生を歩むことになってしまうわけですね。一つの頭蓋の中には入ってしまっているので制約ありますけども、そこから以降は二つの意識が別々にということになります、はい、すいません、そのままどうぞ。いやいや、はい、ありがとうございます、はい、これで最後ですね、じゃあ僕たち健常者がどうかっていう問題があります。今実はこのマスタースレーブって言い方やめましょうっていう動きあるんですけど、ちょっと一旦分かりやすさで2021年使える最後のチャンスかもしれないのでちょっとぶっ込んでますけれども、本来プライマリーとかセカンダリーとか言わなきゃいけないと思うんですけど、ちょっと分かりづらくなってしまうので、僕たちが健常者で脳梁、前後梁、後後梁がちゃんとつながってる場合どうなってるかって問題ですね。これ順序が逆なんで話が変なんですけども、逆にじゃあ切れてる状態からひょっとつないだ時に意識がですね、元々切れてる状態では間違いなく2つあることは証明されてるんですけども、これはひょっと片方に入っちゃうのかどうかっていう問題があります。これはですね、いろんな大脳生理学ですねから分かることは、そもそもですね、片方をスレーブとして意識が片方脳の左脳にしかない状態っていうのはほぼ無理だってことは分かっています。そもそも情報処理を容量的にも無理だし、バンドウィデスというかですね、ここから情報を持ってくるような十分な繊維もないってことが分かっています。どんな脳科学者に聞いても皆さんですね、大体健常者といえどもマスターであるというふうに答えます。ここが僕のテストみたいなものを拒む最後のチャンスなんですけども、これを受け入れてしまうと僕のテストを受け入れなきゃいけなくなってしまうんですけど、この特性ですねを逆手に取るということになります。実際に頭蓋の中に機械を入れてしまうということは実際には考えていないんですけども、これ頭蓋のために分かりやすくということですね。例えば左脳の代わりに左脳機械を作ってでして、右脳とつないでしまう、その時情報処理としてはもちろん左脳の処理を超えないし、つなぎ方としてももともと生体脳同士のつなぎ方の容量を超えないというルールは守ります。その上で僕の残った方の脳にズバッと機械側を込みで見えてしまった時には、先ほどのマスターの制約からもう機械に意識が宿ったとしか言いようがないですよねっていうのが僕の主観テストになります。これが科学に昇華させる仕掛けだと思ってまして、自然速を認めましょう、自然速の必要性を認めましょう、自然速っていうのは検証はできるけどなんでとは問うことができないもの、その代わりちゃんと実験的には検証しなきゃいけない、実験的に検証する上で一旦アナリシバイシンセスの手法を使って機械を使いましょう、最後ですね、その機械を使うんだけれども機械の意識をテストする方法がないからどうしましょうっていう問題ですね。例えば月面上では飛行機械っていうのは開発することはできないんですけども、機械にちゃんと意識がどうかどうか分からないと結局試行錯誤は効かないということで、最後の一つのミッシングリンクみたいなものを埋めた形のつもりですねというものになっています。これがあれば安心して、まあ、アナリシバイシンセスで機械に意識を宿すという試みを持って意識を解き明かしましょう。実はですね、これが見当はつくと思うんですけども、意識のアップロードに非常に近い状態ということになります。もともと意識の科学をどう進めるかって考えていてここにたどり着いたんですけども、まさにですね、先ほど言いましたけども、これをですねやっぱりアカデミアでほっといてしまうと多分僕が生きてる最中にはここまでいかないですね。例えばケネディが10年後に月に行きましょうと言ってみるとかですね、誰かが旗を上げて一気に進めなきゃいけないと考えています。その上で僕もマインディナルデバイスっていう大発ベンチャー立ち上げてるんですけども、民間の力をお借りしたいっていう思いがあって、アカデミアの規模を超えてこの研究を進めていきたい。最後ですね、やっぱりこれ民間ということで何かしらやっぱり役に立たないといけないってことなんですけど、まさに究極的には不老不死を生むと考えています。この状態で意識がちゃんと共有された状態、しかも記憶が転送できた状態っていうのはどういう状態かっていうと、先ほど堀江さんがおっしゃったように一旦ですね、一つの脳と機械が一体化したものに一つの意識が湧いている状態ですね。仮に生体脳がお亡くなりになった時に、僕は先ほどですね分離脳と同じで、もともと一つの脳であって意識があったものが切れて二つになったのと同じように、切った後もですね問題なく機械の方で生き残っていける、生体脳が滅びた後にも機械の方で残っていけるというふうに考えているということになります。これただここまで聞いていただくと、これでも本当にできるのかなと感覚を覚えるかと思うんですけども、実際こういうような鬼インターフェースですね、僕たちは超絶侵襲インターフェース、プレマシーインターフェースと呼んでいるものがあるんですけども、ものを実際東大から特許を出願していまして、これはもう右脳と左脳をの意識を結ぶのに必要な神経繊維からですね、全てからスパイクを読み取って神経繊維独立に情報を書き込めるという夢の BMI
でして、これは両面のですね、CMOS デバイスみたいなものを作って、電極アレイをですね、わーっと並べて、スパイクを拾い、かつその電流刺激で、ここにスパイクを送りつけるという仕掛けになっています。まあ、現在ですね、ソニーの民製品なんかでも、2、3マイクロピッチの CMOS デバイスが開発されてますけども、幸いですね、人の脳量っていうのは、だいたい神経繊維の直径がだいたい10マイクロン弱ぐらいですね。なので、現在のデバイスでも、その気になれば、すべてから読み取って、すべてに書き込むことができるということになっています。ただこれ切ってしまうとですね、いずれ軸索が死んでしまうので、その軸索を生かすために CMOS の電極アレイの表面上に、例えば培養神経とかを埋めて接続を促すということを考えています。最終的にですね、こういうデバイスを入れて意識をまず一体化すると。記憶とかも転送して、右脳と左脳の機械がそれぞれ一体化している状態。そこからですね、例えば不幸にも僕の脳に脳卒中が起きたとして、右脳が死んだとしても、全く問題なく左脳が生きているのと同じように、最終的にこの状態を作った後に生体脳がなくなっても、全く問題なく機械の方で生き残っていけるでしょうっていうのがこの構想になります。これで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。物理的に脳と同じようなものをエミュレートして作る目処は立ちそうだなっていう感じなんですか。そうですね、脳を学習させればですね、機械として成立するっていうふうには僕は考えています。